はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。もうね、5時回ってしまいましたよ。ふっと気がついたら3時前だったと思うんですけど、なんか眠たいやんと思って横になったんですよ。で、あれ、なんだ、寝られへんやんと思ってるうちに、なんか知らないけど、知らないうちに寝てしまってですね、夢を2本立てぐらいで見ましてですね、ふっと、まあ、起きなあかんわ、これ起きて仕事するなと思ったら、もう4時、4時になってて、と思って、で、何気にね、あれですね、スマホを見たら、電話がかかってたんですね。なんで気がつかへんかってんのと思ったら、どうも音声をね、知らない間にね、ここで調整するでしょ、この音声って。知らん間にね、一番下になったんちゃうかなと思って。もう、まあ、ええねんけど。いや、もうこれね、もうスマホ苦手ですからね、ほんまに、前は。これで電話したらですね、あれですね、いや、その、一緒に逆取材なんか受けたりして。とこかかってきたみたいな感じで、実は原稿をね、リライトせえっていうのが主だったんですけど、予約取材で喋ってたりして、それで、リライトしますわっつって、今、リライトしてピピッと送ったんですけどね、ほんとに5時過ぎてるやん、なんか半日ごまかされたみたいな感じですね、まあええけど。で、ニュース見てましたらですね、ヤフーニュースですね、中央日報というお隣さんのメディアからの転載でして、26日今日ですね、12時58分の配信、韓国で活動する中国人芸能人の歴史歪曲が議論に、活動制裁要請もって、なんやろなと思うでしょ、こんなん見たら。韓国で活動する中国人芸能人が歴史歪曲したって、まあええんですけど、歴史歪曲するとかね、韓国の場合はですね、歴史は一つしかないですよね。中国もそうですよ。歴史で一つしかないですよ。一つの見方したらあかんのですよ。で、それに反したらね、むちゃくちゃ怒られるんですよ。だから日本しょっちゅう怒られてるでしょ。ちょっと読んでいきましょうね。韓国で活動する中国出身芸能人が韓国戦争か朝鮮戦争に参戦して、北朝鮮を助けた中国共産軍を記念する抗米援朝戦争と関連した書き込みをして、歴史歪曲論議が起きている。韓国アイドルグループ EXO のメンバーで中国人のレイは、中国共産軍の韓国戦争参戦70周年となった23日、中国 SNS のウェイボーに、シャープ、ハッシュタグですか、よろしいけど、支援軍の抗米援朝出国作戦70周年記念というハッシュタグとともに、英雄は永遠に忘れられないと書き込んだ。これとともに、支援軍抗米援朝作戦70周年偉大な勝利を記憶しようという内容の CCTV、ウェイボーの書き込みをシェアした。うん。ええやん、別にそんな。自分とこの国のことやん。ガールズグループ F(X) の中国メンバーのビクトリアも同日、歴史を記憶し、平和を大事に考え、英雄に敬意を表すと書き込み、同じハッシュタグと中国 CCTV の書き込みをシェアした。ギョルギョン、ソンソらも同じ内容の書き込みをした。こうした中国出身芸能人の書き込みに、チョンワで括弧、チョンワで韓国大統領府国民請願掲示板には、中国の韓国戦争歴史歪曲に同調する中国人芸能人の韓国活動制裁を要請しますという請願が24日に挙げられた。まあ、ちょっと最後までいきますね、もうちょっとやから。請願作成者は韓国でデビューし世界的に認知度を積んだ中国人芸能人が、ウェイボーを通じて中国の韓国戦争歴史歪曲を先に立って先導している F(X) ビクトリア EXO レイ、プリスティンのチュギョルギョン、
宇宙少女のソンソなど、まあまあいろんなグループあるんですね。韓国エンタメ所属でお金と名誉を得た彼らがハレンチな中国の歴史歪曲に同調した後に厚かましく韓国での活動ができないように追放が難しいならば韓国活動に強力な制裁をかけるように望むと要求した、ということでございましてですね、そもそもこれがねニュースになっているということ自体がねなんかこう私から見るとまあですね、こんなわざわざ取り上げんでええやんと思いながらね僕はね面白いから取り上げてるんですけどというかニュースに取り上げんでええやんと思うんですよ。だから僕は、なんでこれを取り上げてるかっていうとその愉快なお隣さんとかねその向こうの大国さんという人たちがいかにその、ね、歴史に対する感覚がこう日本人である我々と違うかアメリカ人と違うかということを言いたいがためにこのニュースを取り上げてるんですけどねそもそもねその自分とこが主張している歴史と同じ感覚ではない同じことを考え同じようには見ていない人が外国にいてどこが悪いんですかというか当たり前やそんなんっていうでそのそういう人がこう国内で活動してたらその活動制限せなあかんのですか、まあ、制限する制限しないっていうのはそれはまあお隣さんの国内の話ですけどそれやるとしたらねものすごくねなんというかな領権が狭いですね。領権が狭い。別に、ええやん、そんな。一応言論の自由の範囲なんやん、ということですね。で、そもそもね、戦いはったわけですよ。愉快なお隣さんと、その向こうの大国さんは、1950年から53年にかけてね。で、戦って、一応休戦になったわけですよ。その戦いに対するね、見方がね、違う。当たり前やん、そんな。そんな当たり前やん。こっちから見てろと、向こうから見てろと、それは、ちゃう見方をするかなって言って。で、こっちと同じ見方をせなあかんっていう理屈、そういうふうに考えてるという方がおかしいわけですよ。で、まあ、そのね、今度タレントさんたちもね、余計なことせえへんかったらいいとは思うんですけども、でも彼ら、彼女らもね、その、自分のところの国から監視されてるわけであって、外国で活動してるわけですから、ちょっとは自分たちも愛国心があるんやということをね、ジェスチャーでもしとかなあかんのやと私は想像しますよ。で、それをね、本国のね、サイトに書いたからっていうのね、いちいち目くじら立てんなよと思うんですけど、目くじら立てて、これ、その、調和でに性関係自慢だって、そんなもん、調和でが作んなよ、と思って。掲示板のあんたが作って、ろくなもないと思いますけどね。そんな、こんないっぱい書き込むわけでしょ。うぞうむぞうが匿名で書いてくるわけでしょ。そんなもん、混乱するだけやん、と思うんですけど、それをわざわざ作ってるということがね、愉快なお隣さんの、なんていうの、国民体質みたいなものがあるんちゃうんかな、と。そういうことを喜ぶ。あるいはその、いわゆるあれですね、道徳自警団みたいなもんですね。古谷さんのおっしゃってる。今で言うとこの自粛警察みたいな、ああいう連中の活動を是とする。まあ、あれが国民性みたいなのがあるんちゃうんかと。ろくなもんちゃいますよ、あれ。道徳自警団とか、自粛警察とかっていう連中が。自分たち、正義は自分たちが考えてることだけであってですね、他は正義でも何でもない、いや一切容認しない、あれあかんことやって言ってるわけでしょ。それを助長すんなよ、大統領府がと、僕なんかは思うわけですよ。で、それをまたね、こういうことがあるって言うてね、ニュースにしてね、それをね、読ませていると。読んでるの僕なんですけどね。僕は読んでるんですけど、それ自体がね、その、なんとかね、おかしな話だって、何度も言いますように、歴史っていうのは、一応サイエンス、だと考えてですね、事実を探求するもんだと。で、どういう見方をするのか、ね、それは歴史が決めるわけだって、歴史家が決めて、どの歴史家の見方に同調するのか、あるいは自分の考えで、こう、見方を変えるのかと、そんなのは、各個人の言論の自由、思想の自由のに類することであって、こういう見方しかしたらあかんじゃんって、こういう考え方したら許されへんやというようなことは、なんていうかこうおかしいですよ。ヒステリックというかもうクレイジー、狂った世界ですね。いろんな考え方があっていいやんっていう、まあ私がおいでね、歪曲歪曲って言うんですけど、歪曲って間違ってるという意味いうふうに捉えてるわけですけど。それは間違ったこと言うてますやん、そんな。歴史なんや、歴史やねんからね。歴史は一つではないんですよ。見る人によって歴史は違うわけであって、ね、いちいちそれをね、お前の歴史観はちゃうんやとかって言うてたらキリがないやん。
まあ、それを永遠とね、日本とお隣さんはやってるわけですけど、あるいは大国さんは、だからそんなね、だからもう話し合いなんかせんでええねんって僕はいつも言ってるんですけど、そんなお互いちゃうことを考えてちゃうように捉えてるわけですからね、そこまで手突っ込んで直すということはもうほぼ不可能なんだよ、ね、不可能なね、営みをしてもしゃあないということなんだね、ただし愉快のお隣さんの歴史に対する感覚はこれなんですよ。それは間違ってる、歪曲やっつってで大騒ぎなさるわけですよ。もうね、もう象徴的に表しているこのニュースがですね、そういう彼らのですね、歴史に対する感覚、捉え方、あり方というものをもう象徴的に表してますね、はい、というちょっとヘビーなニュースを取り上げた回でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。